前の島では建物疎開の当時行われておりまして、で広島でももちろん建物疎開その作業にですね、7月のはっきりは覚えてないんですが末頃からその作業に動員されておりました。8月5日の昼にですね、軍事教官が当時配属されておりまして、ね、その教官がみんな集まるということで1年生集められて、思いもやらないですね、作業は今日はこれまでと、明日はね休みを君らに与えるからね、ゆっくり休めと、でその代わり2年生が木村の代わりに明日はここに出てきて仕事をするということを言われましてね、思いもよらない言葉なんでね、みんなわーっと湧いて大喜びで帰ったんです。で8月6日の朝を迎えて何をして遊ぼうかなと思った矢先ですね、母が爆心地が 1.7 キロぐらいのところ突入れた2番目の姉のところへ手に入りにくい味噌をどこで手に入れたのか知りませんが届けてくれって言われてですね、私は嫌だと言ったんですね、遊びたい時期ですから、だから怒られましてね、仕方なしに家出たんですよ。でその時の歩きながら空を仰いだ時が青白いその大空、雲一点なかったんですね。でそれを見上げて今日も暑そうだなと思いながら駅に向かったんです。矢野の駅に向かって見るとついてみると広島駅の汽車出た後だった。それでよかった。で次の汽車を待つべく改札の柵の上に腰掛けて待ってた。で柱時計を見た時に8時過ぎだったんですよ。でもうすぐ来る頃だなと思った矢先だったんですが、ピャー目を入るような閃光が走って、でそれから間髪入れず今度は大地を叩きつけるというか建物がぐらっと揺らぐようなね感じでダーンってものすごい炸裂音が響いたんですよ。ただ今度は頬が熱を感じてですね、暑いと思ってその矢先矢先に思ってその反応的に手を塞いだんです。で熱が伝わってくる方向の目が本能的に行った。そうすると私の目にはオレンジ色のようなそのこう小さな粒子のね網みたいな状態で あれが電波行くとかどうか知りませんが、ずん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 ねあったかいものがこう私の向かってくるんですよ。でその先端にキラキラ光る米粒ぐらいの小さな物体が目に留まったんです、広島の空に。で何だろうと思って一瞬それ見つめた。そしたらなんとなく黄色みを帯びて赤みを帯びて、それがみるみる急速にふわーっと真っ赤なですね、巨大な火の玉にどん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 膨張しだすというか大きくなりながらですね、私の方に覆いかぶさるようにぐーっとこう本当に見たことも聞いたこともないわけですから、恐ろしいのにですね息が詰まる思いでそれを見つめながらこうなんとなくのけぞるような思いですね、私は下から見上げて恐ろしいね、駅の外に防空壕があったんです。でそこへ避難しようと思って出入り口にこう振り返ったんですね。そしたら待合室の方々が人が一斉にみんな外へ避難しようとして、でもう私は間に合わないと思ってですね、長い椅子の下に滑り込むようにして、でしばらくじっ
そして待ち合わせなくはシューッと静かになってですね、で恐る恐るね這い出して、そして立ち上がってみたら、あの地上からものすごい凄まじい勢いで、あの火柱がその真っ赤な巨大な火の玉にですね、まるで足がついたかのようにブーッと黙々とその大きな子がだんだん上になりたがってブーッと、あのコブというかコッというその煙がですね、それは黙々行く筋にも時折火柱がパラパラーッと立ち上るんです。恐ろしさと裏腹にね。でこれついでに申し上げると、あのこういう真っ赤な火の玉にまるで玉焼きの足がついたような感じになるんですが、あの火柱が立ち上る、それはどん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 ですね、黙々と生きた怪獣のようにですね、こうなる光景がすごいんですよね。でどんどん高く登っていくんです。その過程がですね、ちょうど A 文字の S 字が S 字型をね、だんだんと形成しながらね、そしてあの空高く登っていくんです。1万2千メートルぐらいと専門家が言ってますが、それが今度はだんだん赤みが薄れてピンク色になり、あの白色になりですね、でそれが今度朝日を受けてすごく綺麗だったんですが、今度は横にこうたなびきながら、あの午後遅くまで残ってましたが、ちょうど白いクラゲがね横にこうふやけたような感じになって、あの夕方頃だったと思うんですが姿が消えていったんですけども、でそれから家に帰って、間もない時に家の周りでまたね下駄履きで、あの頃はねカタ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 ね行ったり来たり走ったりするの音が聞こえるんで、なんか異様な感じがしたんで、想像しいから表通り出てみた。そうしたらあの川島の方からたくさんの人がこっちに向かってくるんですよね。それは近づいてみると、なんとまあ幽霊のような格好で、こういうね、で女の人近づいてくると髪が逆立ってバサバサになってですね、もうほこりまみれで、あのひどい人になると火傷を見て火膨れしてですね、赤黒くいうか茶黒いというか、もう目がつぶれるばかり、唇はこのように腫れ上がって、ね、服は裂けたり、まるでそのどういったらいいんですかね、まあ、幽霊の群れみたいな感じですね。で中にあの遠いに乗せられた人なんかこうこっちに向かってくる時にだらっと下がっておるのに、裂けた布切れがぶら下がっていると思って、目の前こうよ私の前通る時にあのうめきながらこのお腹を押さえて手の下からですぶら下がって、さっき見たの帯とかなんとかじゃなくしてね、あの内臓なんですよ。内臓がバラッとね、まあ、いろんなあの姿であの箱を車に乗せられたり、あのトイタンに乗せられたり、リアカーとか、あるいは人の肩を変えたり、杖をついたりしてですね、いろんなその傷ついた人たちが、中には家族の名前で絶叫しながら、泣きわめく人とかですね、まあ、水をください、水をくださいのが多いですよね。